それお待たせしました。ただいまの声明を発表します。それでは本日の離党届を提出したことに当たりまして、私どもの主張を申し上げます。先月26日に衆議院本会議で消費税の増税だけを先行する社会保障と税の一体改革関連法案の採決に際して反対票を投じたもののうち衆議院38名に加えて同じく今回の消費税増税法案に反対をしております参議院12名の計50名の離党届を本日午後12時半に衆議院議員分は山岡衆議院議員、参議院議員分は広野参議院議員が越石幹事長に提出をいたしました。私たちは衆議院での採決に際して国民との約束にない消費税増税を先行して採決することは許されない。さらに消費税増税以外の私たちが政権交代で訴えた社会保障政策などはすべて棚上げして実質的に国民との約束を消し去るという民主・自民・公明との三党合意は国民への背信行為であると主張してまいりました。こうしたことから我々は採決において行財政改革、デフレ脱却政策、社会保障政策など増税の前にやるべきことがあると主張いたしまして反対票を投じました。そしてこれまで越石幹事長には三党合意による増税先行の今回の法律の撤回を求めて何よりも民主党が国民との約束を守り努力するという政権交代の原点に立ち返ることが最善の策であると訴えてまいりました。週が明けて本日になるまで三党合意を考え直し党内結束するという趣旨の話はありませんでした。出てくるのは反対した者に対する処分の話ばかりでした。国民との約束を守ろうとする者たちを国民との約束を棚上げにする、保護にする人たちが処分することは本末転倒の話であります。もはや野田総理の下での民主党は政権交代を成し遂げた民主党ではありません。民主、自民、公明という三大政党が官僚の言うがままに消費税増税の先行を三党合意で押し通すことは国民から政策を選ぶ権利を奪うことであります。三党合意とは政策の違いを国民に示し国民に政党を選んでもらうという二大政党政治、いわんや我々が目指してきた民主主義を根底から否定する行為であります。私たちはことここに至って国民の生活が第一の政策を国民に示し国民が政治を選択する権利を何としても確保することこそ混迷にあるこの国を救い東日本大震災で被災された方々をはじめ国民を守る政治家としての使命であるとの決意を新たにいたしました。私たちは今後新党の立ち上げも視野に入れながら政権交代の原点に立ち返り国民が選択できる政治を構築するために本日民主党を離党いたしました。以上です。